もう一昨年から数えて3回もメタボって言われて、もう保健指導もバズれて、協力的じゃない人にどうやって指導を受けてもらったらいいのかしら。自分のことなんだからちゃんと協力してほしい。ホスピタルリンクという特定保健指導の対象者と保健師をつなぐコミュニケーションアプリです。おー、いいね。あとはお互いチャットでコンタクトできるので指導がぐっと手軽になり、よし、これで血液検査の結果も揃ったし、そろそろ白石さんと面接をしたいわね。来週面接を行いますが、お時間はありますかと送信。指導面接を行いますか。来週は時間がありそうなんで、やばいよやばいよやばいよ、面接の予約してたよな、出張が入っちゃったよ。出張先でも面接できますから、保健師さんへ連絡してみたらどうですか。あら、白石さんからチャットが入ってるわ。急な出張で遠隔面接にしてほしいですか。はい、保健師さん、こんにちは。こんにちは。この1ヶ月の白石さんのヘルスデータを見させてもらいますね。なるほど。それではですね、お二人ともホスピタルリンクを使ってうまくやっているようですね。スマホで完結するから、忙しくてうっかり者の白石さんにもぴったりなのでしょう。保健師さんもチャットやビデオ通話をうまく使って業務の効率が上がったみたいですね。今年はこれで脱落者がゼロ、実施率大幅アップ間違いなしです。ホスピタルリンクは病院での受診が必要になった場合でも、そのまま簡単に予約したりオンラインで診療を受けることもできるんです。ホスピタルリンクなら忙しくても通院不要で専門医の治療を受けられますよ。いいねー。